これからお家で簡単にできるトレーニングをいくつか紹介していきたいと思います。運動の際には水分補給を忘れず行いましょう。ご自分のペースに合わせ無理なく体を動かしましょう。今回は椅子に座ってできるストレッチや簡単な運動です。まずストレッチから始めましょう。はじめに深呼吸です。3回行いましょう。次に頭の上で手を組み、上体を伸ばします。そのまま横に倒して体の横を伸ばしていきます。反対側も行います。次に首のストレッチです。頭の後ろに手を組み、背筋を伸ばして頭を軽く前に倒します。次に頭の上に手を添えて頭を軽く横に倒します。反対側も行います。次に腕を前後に回し、肩と肩甲骨をよく動かしてます。次に上体をひねり、よく伸ばします。反対側も行います。元に戻ります。ここからはトレーニングを行っていきましょう。はじめにかかとの上げ下げを行います。リズミカルに行っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8のリズムで行っていきます。それでは一緒に動かしていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次に同じリズムでつま先を上げていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。今度はもも上げを行っていきましょう。姿勢を正し、足の付け根を意識して持ち上げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。
8のリズムで行います。それではやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。反対側も行います。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次に足上げを行います。つま先はしっかり天井に向けながら上げ下げをしていきます。先ほどと同じリズムで行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。反対側も行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次にお腹周りのトレーニングを行います。椅子に浅めに座り、背中を丸め、背もたれにつかないところまで上体を倒します。この状態を10秒間キープしていきましょう。それでは行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻していきます。これで1セット目のトレーニングは終了です。余裕のある方は2セット目も行っていきましょう。はじめにかかとの上げ下げを行います。リズミカルに行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次に同じリズムでつま先を上げていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。もう一度繰り返します。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次に同じリズムでつま先を上げていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。今度はもも上げを行っていきましょう。姿勢を正し、足の付け根を意識して持ち上げていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。反対側も行います。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。もう一度繰り返します。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。反対側も行います。せーの、1、2、3、4、5、6、
1、2、3、4、5、6、7、8。次に足上げを行います。つま先はしっかり天井に向けながら上げ下げをしていきます。行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。反対側も行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。もう一度繰り返します。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。反対側も行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次にお腹周りのトレーニングを行います。椅子に浅めに座り、背中を丸め、背もたれにつかないところまで上体を倒します。それでは行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻していきます。もう一度繰り返します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり戻していきます。最後にストレッチをして終了しましょう。まず片足を伸ばし、膝に手を添えて上体を前に倒していきます。足を入れ替えて同じように上体を前に倒します。お尻のストレッチです。片足を反対の足に乗せ、足の付け根から上体を倒していきます。背中が丸まらないように気をつけてください。元に戻します。そのまま足首をゆっくり5回回していきましょう。反対側も同じように足を乗せて上体を倒していきます。ゆっくり回していきましょう。次に足を大きく開き、膝
膝に手を添えて肩を内側に入れていきます。元に戻ります。反対側も行っていきましょう。次に頭の上で手を組み、上体を伸ばしていきます。そのまま横に倒して体の横側を伸ばしていきます。反対側も行っていきましょう。最後に3回深呼吸をしていきます。これでトレーニングは終了です。お疲れ様でした。